日本ハム2、3ロッテ、8日、エスコンフィールド。日本ハムが逆転負けで痛恨の3連敗。先発の上沢が7回途中7安打3失点で6敗目を喫した。セミアが1点を追う初回にバックスクリーンに同点4号。2回には西から野村、細川の連続2塁打で1点を勝ち越したが。3回以降は相手投手陣を前に走者を出せず。 7回に逆転を許した。試合後新庄監督は3回以降ヒットが出せなかったらちょっとね厳しかったですねとがっくりその上で玉際のプレーについて苦言を呈した指摘したのは1点リードで迎えた5回の守備西1・2塁のピンチで角く中の打球が宇宙間に飛んだライナー性の打球に対し 右翼万波が落下地点まで瞬足を飛ばした倒れ込みながら懸命にボールを追ったがグラブに当てながらも補給しきれなかった記録は安打目一杯のプレーだったが新庄監督はまあプロならね追いついたならグラブに収めてほしいとあえて注文をつけたその上であの辺がまだ若さというか力んでしまってグラブに当たって弾くというねと指摘 9回、遊撃、細川の早球ミスにも、ああいうところがもったいないね。せっかく打ったのに、とぼやきを連発した。2人は守備能力が高く、この日も再三の好プレーを見せた。それだけに、球際の強さは欲しいですよね。あそこで一つしっかり球際を取ってね、と、さらなる成長を求めた。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。 引けしというところで宮西はあまり向いていないのかなと思う。力でねじ伏せれるタイプではないのでね。まあ打線にしても中盤から終盤全く機能しなかったので厳しい試合ではあったけどまあもったいないゲームですよ。若い選手にはちょっとしたミスが大きな災いを起こすということを意識してプレイしてもらいたいと思う。 細川にしてもレギュラー争いしてる中であの軽はずみなプレーでそれまでの素晴らしいプレーがチャラになってしまうということをもっと感じてほしいなとユーティリティな大変魅力的な選手ではあるので期待してるので頑張ってもらいたい新しい選手を見つけ活躍の場所を与えるのは悪いことではないけどチームワークも大切な要因個々に頑張ろうとしているけど 監督のの好む野球をする選手ばかかりにしたいのかミスしても泥臭く勝ちに行く選手ではダメなのかチグハグしてきてるような去年のチームの方が個人的には好きだな万波選手のプレーはグラブに収めることができるくらいの能力があるからこそのあえての苦言でしょうね特になて信条だからこそ誰よりも分かるはず 一般的に見ても収めてたらファインプレーだったし結果として取れなかったけどあれはヒットでも納得の当たりだったただおそらく現役の新庄選手だったら取ってたでしょう万波選手にはそんな期待をかけたくなるくらいの潜在能力があるっていうことだと思うので頑張ってほしいです肩の強さは新庄級 あとは守備やスローイングの正確さが身につけば将来的に打力と合わせて監督超えるくらいになってほしいですね。なかなか勝ちきれないゲームが増えてきたかな。そこが A クラスの壁なんだろうか。今年は面白いゲームが多いし、ファイターズを応援しているが、まだまだ自力の差があると痛感する。 来年こそ狙えるように1ゲーム1ゲームを大切に全員が成長してほしいです。がんばれファイターズ。今年の開幕から1ヶ月くらいは勝てそうで勝てない試合が多かった。打ってもさらに打たれてチャンスで取りきれなくてそこにミスがついてきて勝ちきれないっていう歯がゆい試合が多かったが次こそはと思えるような希望が持てる試合が多かったが。 最近の負けは危機感しか感じない。全くもって勝利への執念を感じることができないし、今日も天才以上に絶望を感じてしまう、J の8回裏の3球連続空振り三振とか、ちょっと希望が持てない試合が多くなってきた。7回の表、好調の角中選手に変えて、あえてなぜ石川選手を代打に出したのか、その意味を考えて欲しかったと思います。 それはズバリ相手手が宮西投手だったからと思われます石川選手は宮西投手と4年間一緒だったのですから、宮西投手の癖もある程度は頭の片隅に残っているでしょうし、吉井監督からすれば、相手がかつての後輩であることから来る宮西投手の心理状態も計算したかもしれません。 ここはワンポイントリリーフででも河野投手あたりに変えるべきであったと考えます新庄監督からするとかつての同志だからこそ対決させたかったのかもしれませんが吉井監督はそういう新庄監督の性格も計算したかもしれません日ハムで投手コーチをしていただけあって吉井監督日ハムの手の内をかなり読み切っています この先もロッテにはほとんど勝てないでしょう。これも結果論なるけど、左投手にめっぽう強い代打石川選手なので、しかも今日当たっている角中選手の代打でもあるし、それに最近調子落としている宮西投手だから、確率的にも右の投手に変えてもよかったような気がします。采配の差が出たかな、中継ぎ投手の手薄さがここにきて出てきたかもしれません。 今日は、系投ミスで負けました。左に強い石川選手に対しては、右腕に交代でしょう。まして3位ロッテとのゲーム差考えると負けられない試合のはず。選手はかなり成長しています。監督・コーチも素晴らしいですが、何か足りないのです。もう一度立て直して勝負しかないのです。がんばれ、ファイターズ。構想もり、すべてパーフェクトな野手なんていないんだから、万波を攻めるのは濃く。 レフト松本は打撃は現状中の上、守備は普通センターは磯畑は守備範囲の広さと肩はいいけど打撃は今一つ江越は守備と肩は文句ないけど打撃は下宣言はベストの状態ならいいけれど万波は守備はまあまあ肩とホームランは飛び抜けてる今日も得点になるような場面でセカンドランナー来さなかったんだから総合的に見たら万波は良い方だよ 今日は系統が負けた要因代打石川だったら宮西からすぐに玉井に帰ればよかったベテランだから優遇するんじゃなく非常采配も必要確かに新庄たちが現役だった時と万波の年齢では10以上違うそう考えたら伸びしろもあるし自分の素晴らしい実力をコントロールできれば新庄たちが外野だった時以上になれるんじゃないかと思うし 超えて欲しいけど、ね、がむしゃらに楽しみつつプロなんだからというのも忘れてはいけないんだよねでも新庄がこういうのも嫌味とかではなく最近の真ん中見てたら明らかな成長がわかるから少し厳しめになるのも理解できなくはない細川はねまだ試合もそんなに出てないし徐々に慣れていったらどうなるかねまさにプロならねというボンプレーがめちゃくちゃ多い。 だから勝ちきれない強いチームはここというところできちっと決めるししっかり抑えるそこが1勝2敗でずっと負け越すか2勝1敗3連勝できるかの違い相手が勝つということは自分が負けるということ残念だけど今はそういうチームだということプロらしいチームになるのに何年かかるんだろう